わかった。ううん、エレベーター壊れてるみたい。ボタンが反応しないの。ここに万能な炭鉱先生がいればよかったのに。炭鉱はね、不思議なことをたくさん知ってて、エレベーターも直せる。それは俺でも無理だ。なんでここにいるの？どうしてうちらより早いの？別の通路を通って一つ上の階から来た。ちょうど監視室からお前たちが見えたんだ。アーランは監視室にいた。少し負傷していたが、命に別状はない。見つけたんだね。アーランはこのエレベーターの動かし方を知ってるかな？防衛課の責任者だから知っているだろう。じゃあ彼と合流しよう。始めるか。今さら後悔しても遅い。即戦即決と行こう。くらえ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。貴様たちは仲間なのか？そうだよ。うちもこの人も請求列車の乗員だから安心して。ああ。
ミス・ヘルタが支援に来るよう要請したのか。ただの偶然だ。ミス・ヘルタが列車に依頼した遺物を入手したため、約束通り届けに戻ってきたに過ぎない。それがまさか襲撃現場に出くわすとはな。なんで反物質レギオンに目をつけられたの？あいつら宇宙ステーションをターゲットにしてて、星の地表には全く興味なさそうだけど。俺にも見当がつかない。レギオンの到来は不審な点が多い。ステーション内の防衛システムが突然ダウンし、しばらくしたら奴らが現れたんだ。お嬢様、アスター所長はまず人員を避難させ、俺は避難者の援護を任された。だが最後に油断してしまってな。自分を責めるな。お前は足と利き手を負傷している。ここに身を隠してレギオンとの交戦を避けたのは十分に冷静な判断だ。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だからそのエレベーターの使い方知ってる？起動できないんだよね。避難完了後、レギオンに主制御部分へ攻め込まれるのを防ぐため、エレベーターの権限は一時的に遮断されたんだ。アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された時、解除用の暗号キーを渡されなかったか？確かカードを1枚渡されたような。ミツキ、どこにしまったか忘れちゃった。おい、あった、あった。お前というやつは。キーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限はあっちにある操作台で解除できる。